ヘイヘイ、すぐはるです。今回はソフトテニス前衛におすすめのガットを紹介していきます。僕、私、前衛だけど何のガット貼っていいかわかりませんというあなた、最後までご覧いただければ何のガットを使っていいかがわかります。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、というわけで解説していきます。はい、そもそも前情報として、皆さん前衛向けってどういうのが前衛向けなんですか、これが分かってらっしゃいますかということですね。はい、前衛向け、後衛向け、あとオールラウンドというのもあります。要は前衛でも後衛でもどっちでも使えますよというのをオールラウンドというふうに呼んでいるんですが、前衛向けというのはですね、弾きがいい、これを前衛向けと呼んでいます。要は前衛というのはボレー、そしてスマッシュ、はい、これがお仕事ですから、当たった瞬間パーンとこう鋭く飛んでいく、これを弾きがいいと言うんですけれども、反発性がいいとも言います。はい、そういうガットが前衛向けですよということで、弾きがいいとパーンとスピード感出やすいです。はい、要は決定力のあるってことですね。そのボレー、そのスマッシュでポイントを取る、この決定力、この弾きが良くてスピード感が出るガット、これがいわゆる前衛向けというガットになっています。はい、ではいろんなメーカーありますね。あのヨネックス、ゴーセン、トワルソン、ミズノ、いろんなメーカーがガット出してますが、これすごく面白いのが、あの前衛向けですって歌ってるメーカーもあれば、あまり歌わないメーカーもあるんですね。で、ヨネックスさん、ヨネックスさんが一番わかりやすいです。うん、だってパッケージに書いてありますもん。名前がそう、あの V なんちゃら、S なんちゃらとかって書いてあるんですね。V というのはボレーの V ですよ。はい、V スパーク、V アクセルとか、商品名が、あ、もうこれ前衛使ってくださいっていう名前になってます。ちなみに後衛は S なんちゃらです。S トレースとか、S ファンとか、すごくわかりやすいですね。オールラウンドは書いてないです、そんな感じで。で、あとは水野さんですね。水野さんは、はい、こちらお写真の通りなんですが、前衛用、後衛用、どちらでも使えますよという形でチャートで分けてくれてます。非常にわかりやすいですね。はい。あと、どちらかなっていうのが、ゴーセンさんです。ゴーセンさんは、公表はおそらくされてないんだと思いますが、以前は割と前衛用、後衛用っていう、書かれ方のしているパッケージもありましたが、今はですね、ここ最近出てるガットに関しては前衛用、後衛用っていうふうに書かれてないんですね。おそらくこう見解がだんだんとこう変わっていったのかなって想像ですけどね、想像してますが、ただものによっては後衛向けですとか前衛向けですって書いてあるものあります。ただほぼほぼ書かれてないです。書いてないのが多いです。はい、そしてトワルソンさん、トワルソンさんはガットの種類は少ないんですが、前衛用後衛用とは書かれてないです。はい、これはね、考え方の違いですよね。メーカーさんによって考え方が違いますよっていうことで、何がいいとか何が良くないということではないんですけどもね。はい、まあ、そういう形でしっかりと明記されているものもあるし、明記されてないものもあるよということなんですね。はい、前衛にはこういうガットがいいですよっていう特徴をお話ししました。はい、もう一度おさらいです。前衛用というのは弾きがいいガット、反発のいいガット、はい、そういうガットはスピード感が出て決定力、ポイントをポーンと取っていく、そういうガットですよということで、前衛向けというガットになります。はい、ではですね、ここからですよ、本題です。はい、じゃあどんなガットがいいんですかということですね。はい、
ではここからですね、3つのグループに分けて、それぞれガットを2つずつご紹介していきます。今回ご紹介するガットは、多くの人って言ったらあれですけど、僕のお店でよく貼ってる人が多いというガットをピックアップしました。はい、はい、なので、いや、これ僕私使ってみたいかもっていうガット見つかりますから、ぜひね、最後までお話聞いていただいて、よし、次はこれ貼ろうということで、参考にしていただきたい。はい、今から丁寧に説明していきますからね。はい、それでは3つありますと、はい、お伝えしましたが、じゃあ何があるのということで、グループまず説明していきます。はい、まず1つ目のグループ、これは弾き系です。弾き系、はい、先ほどご説明した通り、弾くから前衛向けですよということですね。はい、弾き系が1つ。そして2つ目のグループ、はい、これがプラスコントロール系。何にプラスかというと、弾く力にプラスしてコントロールもいいですよというのをプラスコントロール系というふうに呼ばせていただきます。はい、そして3つ目のグループ、はい、こちらはプラス回転系です。はい、弾く力プラス回転もかけやすいですよ。はい、ということで、この3つのグループに分けて、それぞれのグループで、よく貼ってる人が多いよというガットを2つずつ紹介していきます。はい、まず1つ目のグループいきましょう。はい、ではこちら、はい、ヨネックスの V アクセルです。はい、先ほどもね、名前出てきましたけども、 V なんちゃらってついてると前衛向けですよということでね、お話ししましたが、こちら V アクセル、はい、特徴としてはですね、写真の通り真ん中に穴が開いてるんですよ。穴、はい、この穴がボールを打った時に潰れて戻る、この潰れて戻る時にパーンと弾き返してくれるというのが、この V アクセルの大きな特徴です。はい、まさに弾きに特化したというところですね。はい、でこちらは色もいろいろありましてね、白と、レッドとパープル、はい、こちらがあります。レッドに関してはちょっとオレンジっぽいです。うん、オレンジっぽい色で、パープルに関しては珍しいです。白とか黒とか黄色とか赤とか青とか、そういうのはよくあるんですが、紫色ってね、珍しいですよ。はい、なのでラケットの色でも紫あります。そして僕、私紫大好きですという方、ぜひね、この紫色、これ珍しいですから、はい、好きだよという方は貼っていただけたらと思います。はい、そして、はい、2つ目いきましょう。2つ目、こちらもヨネックスさん、ヨネックスの V スパークです。名前からしてスパークですよ。スパークっていう感じめちゃめちゃ弾き良さそうじゃないですか。名前の通りですよ。名は体を表すと言いますが、名前の通り、先ほどの V アクセルよりも弾く力は強いです。弾く力強い、なぜか、はい、こちら珍しいです。非常に珍しいんですが、こちら、はい、構造を見ていただくと、断面図なんですけどね、ガットの、はい、真ん中の部分にポリエステルという硬い素材を使ってるんですよ。これガットのお話、そもそもさせていただくと、素材大きく分けて2つあるんですよね。ナイロンガット、そしてポリエステルガットというふうに、素材が2つ、はい、4つになっちゃいましたね。素材が2つ、はい、あります。うん、で多くのガットはナイロンという素材を使ったガットです。これはしなやかです。こうお洋服みたいにね、こうしなやかなので、弾き返す力が強いですよっていう、そういうイメージです。でポリエステルガットというのは硬いです。プラスチックみたいです。よくお客さんに触ってもらうんですが、あ、こんな違うんですねっておっしゃいますが、針金みたいにね、ちょっと硬いんですよね。うん、でその硬い素材が V スパークは中心に硬い素材が入っているので、
弾き返す力が強いですよっていうことなんですね、なのでもう何よりも僕私は弾き命ですと、スコーンと決まってほしいんですという方はぜひチャレンジしていただきたいですが、注意点です。注意点。この硬い素材を使っているとボールが飛びにくい。ボールが飛びにくいんですよ。なのであまり強く触れないですと、ガットはサポートしてくれますからね、飛びの力をサポートしてくれますから、ガットにサポートしてもらってボール飛びやすくしたいですよという方は V スパークはちょっとやめといてください。やめといてください、はい、自分でしっかり強くスイングしていけますと、はい、そういう方は V スパークはチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。硬い分スピードもめちゃめちゃ出やすいです、はい、なので弾く力そしてスピード、これこそが何よりだというあなたはね、ぜひ使っていただくといいと思います。で、色ですよ。色に関してはこちらは、白と黄色と、黒の展開になりますね、はい、オーソドックスです。白黒黄色っていう展開はね、黄色かっこいいですよね。黄色かっこいいと思います。なのでラケットの色とか好みに応じて選んでいただきたいと思います、はい、ただあとデメリットもう一つ、はい、付け加えさせてください。あの弾く力が強いとちょっとねコントロールをつけづらいというのがありますので、ちょっとコントロールもプラスしていきたいよっていう方は次に、はい、説明するグループのガット、これを使っていただくといいと思います、はい、そして2つ目のグループです。2つ目のグループプラスコントロール系です。はい、弾きプラスコントロールということですね、はい、弾く力が何よりだという方は先ほどの1のグループ、そして弾く力は少し収まりますがコントロールもプラスしていきたいよというあなたはこの2つ目のグループ選んでいただけたらと思います。はい、2つ目のグループガット2つ、ご紹介しますね。まず1つ目です。ゴーセンのテックパワー、はい、テックパワーです。強そうな名前ですね。テックパワー、パワーということなんですが、このガットの特徴としては、はい、こちらですね。細い糸が束になって一つの糸を構成してるんですよね。はい、これはめちゃめちゃ柔らかいです。こういうガット構造をマルチ構造というふうに言うんですね。マルチっていうのは複数のということなんですが、この細い糸がギュッと束になって作られているガットは非常に柔らか、はい、柔らかなのでボールが飛びやすいですよというのと、あと玉持ちしやすいですよっていうのが特徴です、はい、玉持ちに関してはあのフォールド感があるとか食いつくとかっていうふうな表現もするんですけれども、この玉持ちがいいですよっていうガットはグッとこうねボール打った時に面の上にボールが少し残ってるなっていう感覚が得やすいんですね。で残ってるなポーンみたいなね、残ってるなポーンっていうそういう感じです、はい、で、このね一瞬乗ってるような感覚があるガットというのはコントロールがつけやすいということなんですね、はい、なので一瞬グッと持つようなガット、それはコントロール性がいいですよというふうに理解していただけたらと思います、はい、で、このガットはですね実は以前は前衛用っていう形で書いてあったんですが、今は前後衛ですってパッケージには書いてます、全く物は一緒なんですけどね、ここから伺えることはやはり考え方の違いっていうのは時代によって変わるんだなっていうところが、言えるんじゃないかなというふうに思います。なのでもちろんね後衛でも使えますし前衛でもねもちろん使えますよっていうところにはあるんですけれども、であと色ですよ、はい、色に関しては、白と黒あります。黒に関しては透明感あります。真っ黒じゃないんです。透き通るような色をしてます、はい、なので黒といってもガットによって色味が違いますので、そういうのもね確認して、購入いただけたらと思います、はい、そして2
2つ目です。2つ目のガット、はい、こちらですね、トワルソンのコア710。はい、トワルソンさん、珍しいと思われた方もいらっしゃると思います。あ、トワルソン初めて聞いたなという方もいらっしゃると思いますが、すごくね、研究開発に熱心なあのメーカーさんだと思います。うん、あのね、実際担当者さんとお話しして、あの営業の担当者さんとね、お話しして、お話聞く機会もあったんですけれども、非常にね、あの熱心ですよね、トワルソンさんは。はい、でこのガットの個性というのは、これもね、珍しいんですよ。珍しい。あの構造こちら、はい、ご覧いただけたらと思うんですが、真ん中に芯があって、周りに細い糸を束ねている層があるんですよね。うん、こういうのはね、すっごく珍しいんですよ。で、まあ、これね、あの豆知識になるんですが、真ん中、はい、見ていただくと7つあるでしょ。7つ、ちょっと細めの糸が7つあります。これコア7の7、はい、これコアの部分が7個ありますよっていう意味なんですけれども、この7つの細めの糸が1つの芯として構成されてますよっていう、そういうガットなんですけれども、はい、で何が言いたいかと言いますとね、あの中心に糸が、芯があります。そして周りに細い糸が層になってます。こういう構造というのは、硬さと柔らかさのバランスがいいですよということなんですね。はあ、じゃあ硬いとどうなの、柔らかいとどうなのっていうことなんですけれども、硬いと弾き返す力が強くてスピード感出やすいですよ。そして柔らかいとボールが一瞬グッとこうね、乗るような感覚があってコントロールつけやすいですよっていうことなので、硬さと柔らかさのバランスがいいと、要は弾きとコントロールのバランスがいいですよっていうガットになります。はい、でコア7、こちら10と5と5という3モデルあるんですが、構造は全く一緒で、こちらなぜね、じゃあ10の方を取り上げたかというと、コーティングが柔らかくて非常にあの柔らかな打球感、打ち心地っていうのがこのコア710の特徴なんですね。うん、まあ、これもね、皆さんちょっと豆知識なんですが、この10、5、5、これは構造一緒で、何がじゃあ違うのっていうことなんですが、コーティングだけが違うんですよ。コーティングだけが違って、この10に関しては柔らかなコーティング、柔らかく感じるようなコーティングがしてあるので10と、柔道の10ですね、はい、柔らかっていう、うん、そういうカットになってます。はい、でこちらお色が白と黒と青、この青がですね、はい、めちゃこう綺麗ですよね。あのザ・青っていう感じ、ザ・青が分かんないですけどもう青らしい青、うん、非常にね、あの綺麗な青してますから、あ、この青を探してたよという方はぜひね、買っていただくといいと思います。はい、そして続きまして3つ目のグループいきましょう。3つ目のグループ、はい、こちらプラス回転系、プラス回転系です。弾く力にプラスして回転かかりやすいですよというガットですが、弾く力は1のグループ、弾き系よりかは少し劣りますが、回転もかけやすくなりましたよというのがこちらのプラス回転系というグループです。はい、ここのグループに関しても2つ、はい、代表的なガットをご紹介します。はい、まず1つ目、ゴーセンのガムブーストです。これ結構多いです。うちのお店でも一番多いんじゃないかなって思います。ガムブースト、うん。これの個性ですよ。はい、回転がかけやすいですよということなんですが、コーティングに秘密あり。これ、ガムコーティングという回転かけやすいコーティングがしてあるんですよね。うん、じゃあ回転って何ですかということなんですが、表面がベトッとしてるんですよね。なんだかもちっとした触り心地。はい、ぜひ触る機会ある方はぜひ触ってみてください。あのちょっとベトッともちっとしてるんですけども、ボールが当たった時に食いつかせて、ひっつかせて摩擦力を高めて回転かけやすくしますと、そういうガットになります。はい、まあ、このコーティング系使ってるとサラサラになってきます。うん、まあ、大体ね、
お客さんの感じを聞いてると、まあ 3,4 週間でしょうっていう感じです。学生さんのお話を聞いてるとね、あのたちまち消えるっていうよりかは、だん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 ベトベト感がなくなってくるよっていう感じで、だんだん消えていきます。 3,4 週間くらいかなっていう感じですね。イメージですよ、イメージ。使用頻度によっても違うと思いますけども、はい。で、この学校はですね、あの弾きもいいですよということなんですが、これ、はい、ご覧いただきたいと思うんですが、真ん中に芯があります。この芯の部分がポリエステルという硬い素材です。先ほども出てきましたね、はい、弾き系のグループ1のところで V スパークというガットで、はい、真ん中にポリエステルというガット使ってあって、硬くて飛びにくいですよ、弾きが強いですよというふうにお話ししましたが、このガムブーストも真ん中に、はい、ポリエステルという硬いガットを使っているんですね。で、そのおかげで弾く力強いですよということなんですが、この芯の周りですね、はい、芯の周りに細い糸、はい、を束にしている層がありますよね、はい、なのでただ単に硬いだけじゃなくて少し柔らかな感覚もありますよというのがこのガムブーストの特徴です、はい、さっきグループ2で出てきましたがコア710、このガットも真ん中に芯があって周りに細い糸の層がありますよっていうバランスのいいガットですよっていうふうにお伝えしましたが、ガムブーストも構造的にはそういう系統になります。バランス型ということですね、はい、なのでコントロールもつけやすいというのもこのガットの特徴になります。はい、でお色です。これお色たくさんあります、はい、人気の秘密はそこにもあるかもしれないです、はい、白、黒、黄色、ブルー、グリーン、この5色ですよ。5色。白、黒、黄色はよくあります。うん、でもブルーとかグリーンとかってあまりない色なんですね。はい、でこれ写真ね見ていただくと、ブルーに関しては、まあ、ブルーグリーンですね。もうザ・ブルーっていう、先ほどのコア710のようなザ・ブルーっていう感じじゃないですが、ブルーグリーン、はい、っていうお色味ですね。はい、でこちらの、グリーンに関してはミントグリーンですね。ミントグリーン非常に綺麗な色ですよね。はい、なのですごくねラケットを、はい、合わせたいという方もねこれ使っていただきたいですし、好きな色ですっていう方もねぜひね買っていただきたいというふうに思います。はい、そして2つ目いきましょう。はい、最後ですね、はい、2つ目、ヨネックスの S ファングです。ヨネックスの S ファング、さっき、はい、スグハルさん V とか S とかついてて、 V はボレーですよね、 S はストロークですよね、言いましたよねって思った方、はい、そうですよね。先ほど僕そう説明しました。 V はボレーの V で前衛用ですよ、 S はストロークの S で後衛用ですよ、お話ししました。にもかかわらずここで出てきているのはなぜかということなんですが、はい、ここで大事なことをお話ししたいと思います、はい、今日一、この動画一大事なことをお話しします。前衛におすすめですよと言っておきながら、大事なこと、はい、大事なことはあなたがどういうショットを打っていきたいですか、どういうことを改善していきたいですか、これに合わせてガットを選ぶのが大事なので、僕前衛だから、僕後衛だからじゃないってことなんですよ、はい、なんだか矛盾してますけどね、なんだかこの動画の趣旨と矛盾してるんですが、大事なところはそこです、はい、でそれを踏まえた上でなぜ S ファングかというところなんですけども、実際前衛で S ファング使ってますという強い選手もいらっしゃいます。僕のお店のお客さんで、ジュニアの、日本代表の、ね、方もいらっしゃったんですが、その方も S ファング使ってらっしゃいました、はい、でこちら回転系ということなんですが、表面にこれもそうなんですけども、ちょっとベトっとしてるんですよね。表面がベトっとしてて、摩擦力を生みやすい、ボールが当たった時に摩擦がかかって回転が生みやすいと
というガットになっています。でこちらのコーティングに関しても使っていくうちにちょっとね、取れてきます。取れてくるんですが、割と、残りやすいかなっていう印象ですね。どちらかと残りやすいかなっていう感覚ベース。ただ使ってるともちろんね、取れてはくるんですけれども、はい。でこのガットですよ、はい、回転もかけやすいですよということなんですが、こちら、はい、ご覧いただくと構造ですね、すっごくシンプルなんですよ。芯があってドーンっていう、はい、こういうガット、モノガットというんですけども、モノっていうのは単一のということなんですが、先ほど出てきたテックパワー回プラス、コントロール系のところで出てきたテックパワーの構造と比較すると全然違いますよね、はい、もう芯だけ。こういうガットはちょっと固めで弾きがいいですよというのが特徴なので、なのでここで、はい、前衛用として弾きのいいガットですよということでご紹介させていただいたんですね、はい、なのでストロークとか、まあまあしますよと、まだカットサーブとかよくしますよとかっていう方、はい、そういう方は、この回転系というのは非常にやりやすいと思いますし、まあ、もちろんレシーブする機会あると思います。レシーブって割と距離短いですから、アウトになってしまうっていうことあると思います。コートにしっかりとね、短い距離でコートに入れていかないといけないですから、回転をしっかりかけて収めていくっていうことが求められるようになりますから、レシーブでちょっとアウトになってしまうこと多いんですっていう方は、このプラス回転系を選んでいただくことでドライブ回転の力を上げて、それでコートに収めやすくしていくっていうのもありだと思いますので、そういう方も、はい、特にこのプラス回転系、お使いいただきたいと思います。で色味です。はい、Sパングに関しては白、黒、黄色、そしてブルー、はい、このブルー、白黒黄色は割とよくあるんですが、こちらのブルーもブルーグリーン、はい、ブルーグリーンなんですが、ちょっと透明感ありますね。透明感、はい、先ほど のガムブーストはちょっと透明感というかね、しっかりとした色だったんですが、こちらの S パンクの、グリーンに関してはちょっと透明感のある、ね、お色なので、ま、色味によってあこっちの方がいいかもという方は S パンクのブルーグリーンというのも、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。タイプ別で、はい、3つに分けておすすめのガットをお話ししていきましたが、まずは自分がどのタイプかということをしっかりと決めた上で、じゃあこのガット使ってみようというふうに、決めていただきたいと思いますので、まずは僕私はどのタイプでいこう、これをねまず決めていただくのが大事だと思います。はい、まあとは色味もねたくさんありますから、まあ、色優先で決めていただくっていうのも非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ただお話を聞いた上でどのタイプにしたらいいか分かりませんと、決めてくださいと言われましたが、どのタイプがいいか分かりませんというあなた、ご相談させていただけます。オンライン相談、オンラインズーム相談というのもやってます。ぜひね、すぐはるさんに相談して決めたいというあなた、ぜひ概要欄にご案内の URL 載せていますので、ぜひ僕を頼ってくださいよ、サポートさせてください。はい、そして滋賀県にお住まいのあなた、はい、僕滋賀県草津市でガット張り替え専門店すぐ張るというお店をやっていますが、張りに来てくださったらご相談もできますから、ぜひね相談して張りたいというあなた待ってますからね、はい、サポートさせていただきます。それではこちらのチャンネル、テニス、ソフトテニス、バドミントンについてありとあらゆる解説をしていきますので、チャンネル登録してこれからも見てください。そしてこの動画が良かったよという方、高評価ボタン、グッドボタン押してくださいね、励みになります。はい、そして僕私このガット使ってます、ぜひ教えてくださいよ、みんなも気になります。みんなが使ってるガット何なのって気になってる人多いです。ぜひあなたの使ってるガットコメント欄で教えてくださいよ。はい、よろしくお願いします。
それではこれで終わりにしましょう。今日も見ていただいてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。